今回はこちら蜃気楼の塔上級ですねをやっていきたいなと思っておりますよ。まあ、この蜃気楼の塔上級ね、まあ、何回かこうやってるんだけど、そもそも B サバでは入るのが大変すぎるんだこれ。でね、まあ 5F ぐらいまではそんな大したことないですね。適当にうろちょろしてても大丈夫なやつ。 5F 以降がね、結構ガチの体勢を踏まないと割と即死するやつなんで、このね、クリアできるか否かっていうのが本当に、なんだろうな、中たまたま B 様の場合だけど、たまたま入れた100名の中に火力と壁やれる人が揃ってるかどうかなんだよね、やっぱり。まあ 5F までは特に特別、なんだろう、目新しいことも、敵が出現したら即死するという、ひたすらこれですね。で、敵を倒し終わったら次のフロアに進めるっていう感じかな。 7F、8F あたりで少しね、めんどくさいっていうか、なんだろう、表ルートと裏ルートっていうのがあって、それをこうどっちに進むかを分けるギミックみたいなのがあるんで、そこだけちょっとね注意する必要があるんですけど、それぐらいですかね。あとは道中非耐性100にしておかないと死ぬとか、ちょろちょろある感じかな。ということで、サクッと次のフロアまで行きましょうか。よーし、次のフロアじゃあ上へ進む道が開いたということで、サクッといきましょうか。2F 目もね、まあ同じような感じだね。こう敵が湧くんで倒しましょうと。まあ私このキャラ生き残ることに重きを置いたキャラクターできてるんで、敵は倒せないんですけど、残念ながら敵は倒せないんですけど、まあ、うろちょろして倒してくれる人のね、壁役になればいいんじゃないかなという、そういう面持ち。たまにね、ラストフロアで壁が全滅することがあるんで、そういう時はしゃあない。しゃあない肉壁になるかって前に出ることもありますね。なんもないわー、これ。なんもないわー、ほんまこれ。まあ、2F もね、もう本当に出てくる敵もそんなに強くなくて、まあ、お遊びみたいなモードですよ。ということで 3F 行きましょうか。よーし、次のフロアですね。これさ、地味にドロップアイテムがあるから、火力できてきちっとこう敵を倒したりするとわりかし奪わなかったりするんかな、どうなのかなっていうのも思うんだけど、火力できて生き残れる気がしないんですわ、私。BGM とかわりかし懐かしい感じあるね。これどこの BGM だろうな。コンロンか、この BGM。コンロンだな。まあ、まだ、ここもね、敵さん、こんな感じで弱い敵しかいないので、もう何も気にする必要性ない。敵いないかこれ、いないな。ということで次のフロアに行きましょうか。よーし、次のフロアに進みましょう。で、またここだね。同じようなフロア構造のマップがしばらく続くっていう感じなのかな。まあ、ここも特に特筆すべきポイントございませんので、うろちょろして敵を倒しておしまいでございますな。よーし、というわけで次のフロアへ進みましょう。
まだか。そろそろね、5F の休憩ポイントに来てもいいんですけれども、まだそうですな。で、ここも特別特筆する内容はないかな、これな。おそらく。まだ。休憩ポイントが来るまでは、ほんと、何にもすることございませんですよっていう感じですかね。こんな感じで敵が湧くけれども、そう強い敵ではないっていう感じですね。怖い、火力ないんで何もできないわ。これイグミが落ちてるの多いし、というわけで次のフロアまで行きましょうか。よーし、次へ進む道が開きましたよというところで、そろそろ中間かな、中間ですね。はい、ということでここで一旦ね、補給ができるっていう感じだね。まあなんか消耗品とか使ってる人はここで補給してくださいよというところなんだけど、ほぼ使ってねえんだな。一応メロンもう一個も持てる。あー、 90% 超えた。置いてくか、レジスト。まだ重い。何置いてこうかな。これ。エビ。50になった。ふぅ。ということで、また次のフロアに行きましょう。よーし。ということで、次に進むぞい。で、ここ、注意点、あります。期待性 100% 取ってください。期待性 100% 取ってください。出ないと、メテオストームで死にます。で、誰かがここ真ん中にね、LP を置いてくれるとね、割と助かる。置いてくれる。LP 置いてくれると助かる。でもね、超広範囲ガンバン撃ってくるんで、ガンバン転移撃ってくるんで、こうね、ガンバン撃たれたらまた、間違えた。LP を貼り直すっていうのをしてくれないと、割と死ぬやつ普通に。とりあえずマグロかけてみて、何で死ぬかっつうと、ね、ごっついね、ミノタウロスみたいなやつ出てくるんですよ。これごっついミノタウロスさんね、そいつがメテオストーム撃ってくるんだけど、割とね普通にその MS が即死クラスのメテオストーム撃ってくるんで、アメンホプテさん的なメテオストーム撃ってくるんで、火100ないと死ぬやつ、もしくは LP の上にいれば大丈夫。出てこないな、これだな、これ。今一瞬いたんだけど、一瞬いたんやけど、もう倒されてしもうたな。でこいつら、なんだろうな、ミノタウロスとナイトメアと、あとなんだっけかな、次のフロアあたりにメデューサーとかが出てくるんだけど、なんかどうも物理攻撃し、近接物理しか効かないとか、魔法攻撃しか効かないとか、遠距離物理しか効かないみたいな、まあ、そういうね、なんだ、ヒヤマトの魔獣ギミックみたいな感じでなんかあるみたいですね、相性が。さーて、そろそろね、ここね、うろちょろしてるとね、死ぬやつなんですよね。コートが欲しい。誰かがね、たまにね、前に出てるとコートくれたりするんですけど、コートくれるとマジでありがたい。壁しようかという気持ちになる。コートもらえると。まあ、うろちょろしてみましょうか。なんかあったかな？やべえやつ、1匹2匹。右側になんか出てきた気がするんだよな。すげえやべえやつが。こいつだな、これ。これがね、すげえやべえ行動してくる。MS が、即死クラスの MS を、こいつも撃ってきた気がするんだよな。難なく倒せるっていう。もうもはや、昔のコンテンツのままだから、なのかな？まあ、言うて結構きついけどね。
で、また同じようなマップでございますよ、これ。適当にうろちょろして、支援機関。これを倒すと、これを倒して、こうなんか中に入ってこう、調べたりすると、ほら、支援くれるんですよ、これ。もらうといいですな。もうアスムぐらいくれてもいいんだけどね。一回しかくれないのかな。なんか これがどうやってもらえるのかよくわかってないんだけど。なんか、たまにくれる。たまにくれる、そういう感じ。一箇所一回なのかな。怖い。誰か倒して、誰か倒して。あー、ディスペル食らった。悲しい。ディスペル食らうと辛い。しかし、コートをもらえたぞ。前に出たおかげで。前に出たろ、前に出たろ。うれうれ。あー、やば。SP 吸われんの、まず。うずくまって。うずくまっときゃなんとかなる感じ。で、誰かが倒してくれると。うわー、ごっついやつおる。巨大なものさんおるな、これ。誰だ、壁してくれてんの。マグロ投げたい。マグロ投げて。マグロ大事に、自分でもしつつマグロ投げて。ダメージの滝具合よ、これ。マグロ投げんの大事よ、これ、ほんとに。ふぅ。もう非対称いらないのかな。よーし、上に進む道が現れたいうことで、だいたいこれはあのみんなの後ついていけば大丈夫ですか。で、ここだ。で、ここが要注意フロアですね。ここが要注意フロアで、何が要注意かっていうと、攻略進めていくと、今私が立っているあたりね、に看板が出るんですよ。看板が出るんですけど、それをモロクを倒す前にクリックしちゃうと、誰か一人でもクリックしちゃうと、表ルートっていうルートに入ってしまうんですね。で、モロクを倒した後に看板を触るのかな。ちゃんと行けたことがないんでわかんないんだけど、そうすると裏ルートっていうのに行けるみたいです。裏ルートに行くとまたもらえるアイテムが変わるんじゃないかな。ポイントとかも多くて、まあ、ただモロクの壁をできる人がどんだけいるんだっていう話ですよ、これ。いや、フルコートしてくれてるね、ケミさんはね、マジでね、助かる。マジで助かる。フルコート神、マジで。フルコ神。ここはあれかな、極の敵が、生態系の敵がいっぱい、ワンサが出てくるっていう感じがね。で、固まるときはこの上が割とアンチなんで、みんな上にいるんですね。壁できる人と火力が前に出るっていう感じかな。あー、スタン、ピヨ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 。みんなの前に戻ろう。少しでも上に行けば誰かが倒してくる。あんまりね、下に行きすぎると孤立して死ぬやつなんで。ここら辺でうろちょろしてるのがですね。おう、いっぱいおるな、これ。適当にマグロを投げまくるだけでも活躍できる。
なんか言いますな。こういう中ボス的なやつをいっぱい倒していくって感じだね。マグロ投げて、マグロ投げて、マグロ投げて、マグロ投げて。マグロ大事にしておく。マグロ大トロ、マグロ大トロみたいな。やっとけばもう大体大丈夫。勝てんな、しかしこいつ。火力が足りてない。よーし、倒したー。あんまり火力、おい、これがあれだな、ね、1111111ってなってるのは何かしか効かないんだよね、多分。遠距離物理なのか、近距離物理かな。まあ近距離、この、そんなに総ヒットポイントが多くないみたいで、1ダメの連打でも倒せるですな。よくわからないですけど。抱えましょうか。抱えましょうか、私。ホロボス。えい、えい。またたびランス、またたびランス、またたびランス。火力になれへん。素直にマグロ、素直にマグロ投げてるのが一番活躍できる。まぶしい。綺麗だな。綺麗だな、これな。どうした、どうした。これだ、我が同胞よ、なぜなぜ人間ごときにって言った後に、これモロクさんが出てくるんで、モロクさん壁できる人がいるんかって話だよね。ここら辺ね、看板が出るんですよ。それクリックしちゃうと、次のフロアになんか邪悪なるもののなんとかが流れ込んでしまったみたいなロゴが出るんで、そうすると表ルートになるやつだね。これこれこれ、あっぱ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 、無理、私無理、私無理だって。マグロ投げて、マグロ投げて、せめてマグロ投げて。あはは、無理だった。今のがモロクですね。いや普通に抱えられんわ、抱えられんわ。それさて、前回と同じところまで来たわけだが、迂闊に前に出るとモロクにたげられて地獄絵図になるんです。後ろの方から今回様子見ていこうか。何が湧いた、何が湧いた。あ、サケバスさんね。サケバスさんとかは、あー、モロク湧いてる、モロク湧いてる。壁になれる人いる。投げてあげたい、マグロ投げてあげたい、マグロ投げてあげたい。頑張れ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 。ワイも頑張る、ワイもマグロで若干貢献する。ファイトファイト。エルビラキャンディー持ってくるべきだ、これ。エルビラキャンディー持ってくるべきか。ファイトファイト。この壁できる人マジですげえな。うわ、ヘルジャッジ飛んできた。ひー、今のであれじゃないか、消し飛んだね。よっしゃ、倒した、すごい。身内が一人消し飛んだな。あぶねえ、マグロしてなかったら今のヘルジャッジがなんかかな。消し飛んだな、一気に。この後が不安でございますが、この後が不安でございますが、これもう上に進んじゃってええんかな。よーし、今回モロク倒せたぞ。ということで、こっからが本番でございます。ボスラッシュですな、最上階。恐ろしやー、コートがないと前に出れないんだマジで。誰かコートくれへんかな。さて、コートがないなら後ろでひたすらマグロをするマンだよ、これ。前に行ったらこうコートしてくれたりせへんか、せへんか。ピヨ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 。頑張れ頑張れ頑張れ。ワイにはマグロを投げることしかできない。
意外とこう MVP いるからさ、ここでさなんかカードとか MVP カードとか出たらみんなどういう反応になるんだろう、マジ。フルコボシアパーティー入ってないとダメか、やっぱり。頑張れ頑張れ、マグロ投げる、マグロ投げる。 HP 増加ポーション使おう。ちょっとでもマグロの、ちょっとでもマグロの耐久力が上がるように。頑張れ頑張れ、地獄エブやな、ほんまにこれ。あーこれやばい、これやばい、これうずくまって、うずくまって。あーディスペルも飛んでくる。いい、恐ろしや恐ろしや恐ろしや、これ必死に耐える、必死に耐える。うわ危ね、あいつらぐらいだったら割と大丈夫。アシュラ覇王剣が見えたんだが今。これ何？あ、シャドウサラさんか。シャドウサラとシャドウフェンリルいるんだよな、ここ。マグロ投げて、マグロ投げて。あー、ここに湧く、ここに湧く、これはまずい。必死に耐えて、必死に耐えて、必死に耐えて。光栄頑張って、光栄頑張ってください。いや、これは、これ厳しくねえか、これ厳しくねえか。鎧が壊されるのも時間の問題な気がする。頑張れ火力、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 頑張れ。これハイクがなくなった。うずくまって、うずくまって、必死に回復を叩きながらうずくまる。マグロもしつつ、ひー、ほえー、また目が、またギルメンが一人消し飛んだ。コートありがたや。あー、そこですげー耐えてる。マグロで、マグロでこっちに連れてこれるように、車線が、車線が切れてんだな、そこ。どうしたらいい、どうしたらいい。うわー、ロードオブデスさん来てる。ひー、これは厳しい。頑張れ頑張れ頑張れ。あー、向こうの、向こうのシラさんが、向こうのシラさん、向こうのシラさんをなんとかしよう。あのシラさんが死んだら大変なことになる、マジで。誰か、誰か倒してあげて、誰か倒してあげて。火力がいねえ、これ火力がいねえ。火力来てくれ、火力来てくれ、頼む。地獄絵図。私のまたた、この装備でまたたビランスでやるしかない。地獄絵図すぎるだろこれ。他に攻撃できるキャラおらんのか。
いや倒せねえだろこれ。せめてこうなんだ、あーガーデンオブエデンとか持ってくればよかったマジで。火力が足りてなさすぎるこれ。さーて今回はいけそうだな。かなり火力のメンツが残ってるんで今回はいけるんじゃないか。壁にマグロするよりも火力にマグロをしてあげた方がいいな。これ火力が死んだらマジでどうにもならんやつ、どうにもならんやつになるで。これので火力が死ぬ可能性があるから、しっかり火力にマグロを回していく。ヘルジャッジはまずい。わあすぐ倒してよかった。今ので火力が幾人か死んでしまったのではないかという不安が若干あるが、うわあシャドウフェンリルさんじゃないですかこれ。やべ、下手に近づくと蒸発するやつだが火力を守る。火力を守らないとそもそも攻略できない。いけそうですね。あとルキフルぐらいかな。そろそろルキフルだと思うが、うわードラさんヘルジャッジが飛んでくるやつこれ。ふーセーフ、マグロのおかげでセーフだが火力消し飛ばなかったか今。大丈夫か、まだこんだけいれば火力も生きてそうだな。さーてルキフルです。なんとかなりそう。さっきの私のマタタビランスが火力になってたルキの時と比べたらこれ運泥の差ですよこれ。なんとでもなる。やったぜー、ルキ倒したー。いやー、さーてあとエントだな。あ、倒しに行こうぜー。うわー、キエルさんが湧いてくるけど即殺。ワイも攻撃したろ、マタタビランス攻撃したろ。おらおらおら、よーし倒した。裏ルート攻略でございますなこれ。よーし上に進む道が開いたぞー、行くぞー。ふー、ようやくじゃないか。この先行けんのかな、行けますこれ。あーやっぱダメなんだな。今回裏ルートなんだけどダメみたいですな。ということで、うんで帰って報酬がもらえるはずだ。報酬をくれ。え、あれ報酬もらえると思ったんだけどな。形成できる未知の力を手に入れてません。あれどういう条件で手に入れられるんだい。なんか調べ忘れたのかなこれは。かもしらんね。ということで今回蜃気楼の塔に行ってみたということでございました。また次のパートでお会いしましょう。またね。